私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリ岸優太、日テレ、King&Prince、で起きて破りの鉄腕ダッシュ、パクリ、TOKIO国分太一いらずの天然記念物発見で24時間テレビ、出演は確定か。King&Prince、リンチェの冠番組King&Princeが4月23日に放送され岸優太26が全国の珍生物を探す新企画で絶滅危惧種を発見するなど奇跡を連発。多くの視聴者が先輩ジャニーズとのコラボ企画に期待を膨らませていた。今回の放送は前半がどんな瞬間でもかっこよさを保てるか競う企画スローモーション選手権で後半が新企画岸生き物図鑑を作る。生き物が大好きな岸が山梨県八ヶ岳山麓を訪れ、遭遇率 1% 末光という超レアな国の天然記念物で森の妖精と呼ばれるヤマネを探す。VTR を流す前のスタジオで進行役の劇団一人45がこれは知ってるよね。鉄腕ダッシュで似たような企画やってるってのはと質問。岸が知ってますと苦笑いを浮かべると劇団一人は確信犯なのねと突っ込んだ。まず、岸はヤマネの専門家港さんと春の生き物を調査することに。田んぼの脇の用水路のマスに入ると、岸はハゼ科のヨシノボリを発見。港さんは泳いでいるところを見つけてゲットするのは、そうはない。と岸の視力と瞬発力に驚いた。野外ロケならお手の物。さらに岸は、専門家でもなかなか見つけられない、水サソリと呼ばれる太鼓打ちや、水路で観測されたのは初だというコウイムシなど、絶滅危惧種の激レアな昆虫を次々とゲット。ただ、生き物好きな岸だったが、アマガエルは唯一苦手なんすよ、と触ろうとしなかった。そして、ヤマネを探しに雪山に入ると、岸は港さんからヤマネがいそうな場所を教えてもらいながら捜索。ヤマネは3月下旬から4月に冬眠から目覚めるそうで、雪をかき分け、落ち葉の下の地面を探していると、ついに丸くなって眠っているのヤマネの姿を発見。港さんがヤマネを掘り出すと、スタジオのメンバーは、こんなにちっちゃいの？めっちゃ可愛いなどと大興奮。岸は、体重が約 20g だという小さなヤマネが1時間かけて冬眠から起きるまでの過程を観察し、生き物図鑑の第1号にヤマネを加えた。これを見ていた視聴者は、ツイッター上で生き物を探して走り回るガン君は本当に楽しそうで、見ているこっちも笑顔になる、岸君と動物の組み合わせは間違いない。研究されてる先生もとても楽しそうで、見ていて勉強になるし楽しい、などと、称賛の声が寄せられていた。二宮和也と共演で24時間テレビも、また、キンプルと鉄腕ダッシュへのコラボに期待したい。岸君太一さん二さんで24時間テレビのコラボ企画とか想像だけでワクワクしちゃうから、などと、24時間テレビ愛は地球を救う、で、ザ・鉄腕、ダッシュ、共に同局系とのコラボ企画を期待する声も多かった。岸は、鉄腕ダッシュでTOKIOの国分太一47とのコンビが好評で、4月17日の放送でも、マミの異名を持つニホンアナグマの生態を観察していた。今回は、国分抜きの一人でも十分にロケをこなしていて、鉄腕ダッシュでの経験が生きたようだ。また、今夏放送の24時間テレビ45のメインパーソナリティの4人のうち、1人は嵐の二宮和也38。岸は二宮とも、鉄腕ダッシュで共演していて、2人でカブトムシを捜索するロケなどを行っている。果たして24時間テレビで国分二宮との共演は見られるだろうか？好調なKing&Prince。次回はヤンキー企画。岸は、岸子でスケバン役だ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。